どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、私今ですね、北品川の方にいるんですけども、今日はですね、激辛カレーを食べたいと思います。今日食べるお店はこのカレーハウス、ロビンソンクルーソーカレーハウスと、噛みそうな名前ですが、ロビンソンクルーソーハウスと、まあいろいろ有名人来てます。押切もえさんとか、ウエンツエイジさんとか、京本まさきさんとか、そうそうたるメンバーが来ておりますけれども、結構なんか隠れ家的な感じでね、行ってきますけども、今日はここの激辛カレーを食べていきたいと思います。それでは早速行きましょう。レッツゴー。はい、それではロビンソンクルーソーカレーハウスさんにやってきたんですけども、これね、もうあたり見回せば見回すほど、もう100倍、50倍、150倍とか、もういきます。これも桁数変わると、これ1100倍とかもういろいろありますけども、話を聞いたところによるとね、これ一番最高の辛さレベル今まで出たのが13,010倍と、もうわけわかんない倍率になってますけれども、辛さを増しすると、まあその分辛さ増し量って感じで、まあ追加料金みたいなのかかるんですけど、これね、ちなみに聞いたんですよ、13,010倍、これいくらかかるかと思いますと、なんと13万。さすがにこれ13万はきついだと。テレビ局が企画して支払ったそうなんですけども、企業レベルですよ。さすがにちょっと13万も手持ち金がないので、101匹ワンちゃんにちなんで、今日は101倍の方を食べていきたいかなと思います。おー、来ましょう。101倍。いただきます。さあ、北品川から101倍さん、お手並み拝見ですよ。の前にこちらサラダがついております。はい、じゃあちょっとサラダから、はい、いただきます。いただきます。あ、しっかりその中国のこの唐辛子の辛みが出てますね。味がしますね。うん、多分このルーの中にいろんなものをこう多分煮込んであると思うんですが、このね、目で視覚で確認できるのは、このほうれん草ね、ルーとシンプルですね。はい、じゃあそのこのほうれん草と絡めて食べていきます。いただきます。ほうれん草合うわ。あ、うまっ。備え付けでらっきょうと福神漬けと、あとなんかありますから。うまっ。唐辛子が練り込んである分、ルーが真っ赤っかですね。体中から、全身から汗が吹き出してきたぞ。もうこれね、もはやね、これ100倍とか1万倍とか1000倍とか、もうよくわかんないレベルですよね。早くもやってきましたー。塩きたーみ、どう、今日もびさすが。中国の辛い唐辛子を使ってるだけあって、もう開始5分でこのざまですよ。シンプルに辛い。うん、シンプルに辛いですね。辛うまい。食欲をそそる辛さです。残すところはあとわずか。この辛さ101倍カレーを平らげて、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。最近激辛ラーメンが多かったんですけど、久しぶりにカレー食べて、うまいですね。やっぱカレーはいつ食べてもうまいわ。完食しましたー。オッケー、ごちそうさまでした。それでは辛さのレベルを発表していきましょう。ロビンソンクルーソーカレーハウスの、101倍辛さレベル、じゃらら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 らじゃじゃん、辛さレベル4です。おめでとうございます。赤天満、唐辛子を使った感じでね、非常にこう鋭い辛さを引き立てつつも、しっかりね、そのカレーのコクを味わえたうま辛いカレーライスになります。はい、こんな感じでジョニーのね、
張り紙が貼ってあるんで、もしね立ち寄った際はぜひチェックしてねーと。シンプルですね、シンプルでした。この北品川カレーっていうのは激辛好き、あとはカレーマニアの方ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターフォトも更新しますね。お願いしまーす。はいはい、わかりました。ロビンソンクルソースカレー、ロビンソンクルソースカレー、ロビンソンクルソースカレー、ロビンソンクルソースカレー。